ういうことか。立ち会い人。そう、今年も成人式が、今年来年か、来年も開催されるんですよ、成人式のイベントが。で、去年と同じく立ち会い人ということでリーダーとして立ち会わせていただきたいと思います。今回はイコラブからはひとみといおりで、のいみーちゃんからはななかでございます。まあね、でも、まあ、私メインじゃないので、私のそうちょっとね、まあその3人のファンの方がね、やっぱりメンバーの晴れ姿は、推しメンの晴れ姿は見たいだろうから、アンはまあ立ち会ってきますって感じですので、頑張って3人のファンの皆さんは当てられるように頑張ってください。なんせ今回はね、何の企画やるのか全然わかんないんですよ。でもそう、去年やったのはなんか常識クイズみたいな、20歳になったから常識みたいな感じをやったんですよ、去年。去年はね、5人ぐらいいたのかな、ちょっと多かったんですよね。今年はね、ちょっと減って3人でございます。何するのかわからないけど、例えばじゃあ常識のやつをもう一回というか、今年もやるんだったら、そうですね、まあ、富田さんと野口さんがいらっしゃるので、高松さんは多分大丈夫だと思うんですけど、そう、ちょっとまつげが上がってないのでこうやってあげるんよ、二重幅にこうやって挟んでまつげを上げるっていうのをたまにコラブちゃんやってますそう、絶対七香もやばそうじゃん、絶対やばいよ、七香というよりはやばいよ絶対。でも前回の5人も相当やばかったから、アンナはね、立ち会い人なので MC として頑張ってまいりたいと思います。でもさ、こうやってね、会える機会ってさ、あんまこんな近くで、近くないけど、なんだろう、ライブ以外で会える機会って正直今ないから、ひとみとよりと七香のファンの方はちょっと今回ラッキーだねラッキーでいいって感じ。倍率高そう。っていう感じです。そしてですね、なんだっけ、お話し会の部が3つ5部が増えました。完売してるとこ3つかな、追加枠ができました。パチ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 、はい、ということでね、2月に2個と3月に1個の追加枠が出たので、みんなまた話せる日が、話せる日じゃない、話せる時間が増えました。そう、スタッフさんから3つ追加になりますって LINE 来た時嬉しかったです。でも今からあと何回ぐらいさ応募あるんだろう、途中追加だとさ、あれじゃん、やっぱ最初からある部よりはさ、あれじゃん、少ないかもしれないじゃん、だからいっぱいあるかな、応募できる日程が。どうなんだろう、あと3回、3回か、そっか、待ってますね皆さん。
バレンタインとか。こんばんは。今日はそう手持ちしてます。たまにはね、手持ち配信です。組があと2回なの？あと2回で3枠も増えたのに。あと2回か、マジか。今日アンナはメンバーと会ってたよ。何話す？何話そう？何話そうね。ショールームのことも話そう。何話す？何でもウェルカムトゥって感じです。何でも。確かに武道館について、まあそれも確かに。お洋服も考えないと。洋服も考えないと。スキピ一緒に踊る、いいね、いいよ、グッジョブ。イータックスについて、何お話し会でイータックスについて話しますか？愛を伝えますって待ってます。ルンルンルン、会いたいって思ってたりするのかな、すぐに会いに行くから、忘れないで。たくあんさん、踊りの練習は順調ですか？話し会って音楽大丈夫なんだっけ、わかんない、どうだろう。でもあんまなかった気がする、今まで。そらいろさん待ってるよ。こんばんは、ゆっちさん、こんばんは、こんばんは。今日のバイト嫌すぎて大きな声で僕クリ歌ってバイト多かった。それで迎えるの？で頑張れるの？僕のこのドキドキがバレないように。作戦？追加枠の作戦、作戦なんてあるの？なんで明日ケーキ？明日はあれですよ皆さん、あれです、チュカパチュカパアイドルクリスマスフェスでございます。アイドルクリスマスフェス、クリスマスイブイブ。なんか別にね、正直言っていい？いやあれよ、世間的にはこうクリスマスってあるかもしれんけど、別になんかクリスマスだからどうってことがマジでなさすぎて、クリスマスっていう感じがあんまりない、正直。別になクリスマスイブとかクリスマスとか、なんか別にパーティーするとかもなんもないし、なんもないし、だからクリスマスだから何っていう、なんか本当に冷めた人間に今年はなりそう。別に何食べるとかも考えてない、ちゃんとお家でなんか一人で作っとこうかな。そうな、クリスマスって何美味しいのって感じ。今年のクリスマスはどうする？
んだろうね。わかる。全然なんか年末感もないし、てか今年もう終わるんだって感じ。なんか、いやなんかケンタッキーとか食べたいけどさ、なんか人多いだろうしさ、買いに行くのめんどいし、食べたいけどウーバーも絶対人多いしってなったら、でも今作りたいものがあって、ローストビーフを作りたくて、ずっとでけんクリスマスっぽいしローストビーフ作りたいなとか思っとるけど、特に何も考えてない。ピザ食べたい。ピザ、結構簡単じゃない？ローストビーフって。だってさ、あれじゃない、なんか塊にさ、ちょっと塩コショウとかいろいろね、ニンニクとか塗ったことしてさ、塗ったこと塗ったりしてさ、めっちゃ焼き色つけてさ、アルミホイルとかやってさ、ジップロックとか巻いてたりしたりもして、なんかお湯になんかつけてとか、何分間かつけてとかして、そしたらできるっしょ。でソースもなんか適当に玉ねぎとかで作れば美味しいよ、きっと。美味しいよ。 NHK でイコラブちゃんの話が何それ、詳しく。電子レンジでも作れるの、めっちゃでね、簡単やね。ファンの女の子が出てきた。イコラブって言ってくれたの。アンナちゃんの適当は適度、どういうこと？適度？適度な適当さってこと？松戸最高でしたよんって、クレポンさんありがとうございます。嬉しい。こんばんは、おしずちゃん、こんばんは。そう、適当でもちゃんとしてるよ。程よい、そう程よいよ。女子大生で人気らしいよ。マジ？あ、そう、なんかね、2021年の4位だっけ。嬉しい、びっくり、嬉しい。その予想にちゃんとなれるようにね、来年も頑張りたいと思います。来年の年末渋谷なの？なんで渋谷なの？アラサーだけど好きだよって、何歳でも嬉しいよ。あ、 NHK って渋谷にあるんだっけ。新規さん嬉しいですよ、そんな、ありがとうね。明日の楽屋訪問どんなんなんだろうね。片付けとくね。綺麗なイコラブちゃん届けるから待ってて。清楚な綺麗な綺麗な、どんな感じか分からんけど。初見さんありがとうございます。NHK 行ったことあるよ。行ったことあるよ。普段、絶対普段より綺麗に、綺麗よ。ちゃんとしてるよ。と、コラボをするのに年は関係ありませんよ、もちろん。もちろん。
覚えてない、渋谷だったかどうか。あー、楽屋見るのみんな、楽屋見んのみんな、やばいじゃん、やばいじゃん、楽屋見るなんて禁断よ禁断よ、みんな見ていいって思っとるん、ほんまに禁断なんよ、ほんまに。300人も見んの、300人も見んのよ、見るの、ウケるじゃん。ま、今回はまあ隠し撮りされてるわけじゃないってことでしょ。隠し撮りされてるわけじゃないんだったらまあ綺麗にできるね。もう事前に言われてるってことは、事前にさ楽屋見られるよって言われてるってことはさ、まあ何も知らん、そう、予告ドッキリですね、これは完全に。絶対汚い楽屋はね多分見れないよ。普段は綺麗とは限らんけど、あと7分じゃん。分からん、汚いってどんぐらいが汚いか分からん、メンバーによる。楽屋からショールームしとる時でも机とか映してないしね、そんな。みんなアイドルの楽屋見るの？みんな見ちゃうの？いいの？見て、心に手を当てて聞いた？私は楽屋を見ていいのでしょうか？特に大したものないと思うけど。いいって言ってました。本当？そっか。心がいいって言ったんならしょうがない。見るなと言われたら見たくなるって。じゃあ見ろ見ろ見ろでもね、何の詳細も正直知らないんですよ。何にも知らない、楽屋公開のこと。あの、別にマネージャーさんに楽屋公開されるよとも言われてないし、まあ、みんな知ってるけど、スケジュールにはあったから知ってるし、まあ、ツイッターとか見てるとわかるから知ってるけど、だから何してくださいとは一個も言われてない。特になんもないです。うん、やばい、あと何分、そろそろ終わんなきゃ。あと3分 ?4 分?3 分マヨラボちゃんが始まる。あと3分じゃあそろそろ順位を読んでいきたいと思います。
13位が MKT さん12位がユーシスさん、11位がエンドワンさん、10位がナンバー2台湾さん、9位がマツケンさん、8位がみんなの武道館さん、7位がコウヘイさん、6位がまこっちゃん、5位がジッスン、4位がゆかりん、3位がとも、2位が台湾のシェンさん、1位がさしなゆいさんです。ありがとうございます。2人目牛乳ロックさん、2人目マウピさん、マウピさん、3人目ドラオコだよさんの3人です。それではそろそろ終わりたいと思います。それではせーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけんパーです。皆さん FM 富士にレッツゴー、ラジオを聴いてください。23時から山本アナの真夜中ラボです。今日前髪キーです。イエーイ。じゃあねー、おやすみ、バイバイ。明日お楽しみに。バイバイ。ありがとう。今日も。さよなら。